長々とお休みしましたけど、パツキン TV 再開しますね。最初に出演者を紹介しますね。メイン解説のマリサさん。あ、どうも。ボケ役のチルノちゃん。チルノだよ。そして、キングボンビーさんです。ちょっと私主役のミコさん。あたしとしたことが緊張しちゃって、ノーパン太郎ちゃんです。あたしはちゃんと履いてますからね。ユニコと書いてノーパン太郎とは何ですか？ノーパン太郎とは、あたしは主役の白霊霊夢で、あんた誰？あたしは、見学者が紛れ込んだんじゃねえのか。チルノちゃんこの人知ってる？どっかで会ったような気がするけど思い出せないよ。そういえばメンバーが一人足りないんだが思い出せん。チルノちゃん、あたしよヨウムよ、この前ジャイアントコーン買ってあげたでしょ。ほほら霊夢ちゃん5000円貸してるわよ。知らんな、何のことだ？そうかい、あたしが影薄いからってバカにしやがって、首と胴体行き別れになりゃ思い出すだろ。ああわかった、人切り包丁振り回すようなのはヨウムしかいねえ。久しぶりの茶番だったけど、あんたなんかネタ考えたんでしょうね。ダメだな、何も思いつかねえ。ダメって、あんたそんなに頭マッキンキンなのに。マッキンキンは生まれつきだよ。この半年何してたのよ。そういうてめえは何してたんだよ。金策っててめえ。あたしがやることってそれしかねえじゃん。どうすんのよ、開演しちゃっぱよ。仕方ねえ、アステカの話やったし、インカの話言っとくか。インカ帝国の滅亡ネタはもうやったわよ。あの時はさ、収益の件でごたついてたんでリメイクだな。インカ？あたい知ってるよ、サブちゃんとかトナイチローとか。それは演歌よ。ジーデュークってそうな。それは陰気。ガランガロカント。それは噴火。自動車の。それはウィンカー。それはちょっと無理があるわよ。てめえらいい加減にしろよ。陰火帝国というのはだな。今のアンデス山脈のあたり22世紀頃から栄えていた帝国で、その首都クスコは黄金の都と言われ、街中が黄金で飾られ、壮麗な石でできた建造物は寸分の狂いすらなかったという。黄金の都か、ちょっとちょろまかしてもバレないわね。黄金の左は輪島だけど。ヨウムは黙ってなよ。どうしてそんな山の中に首都なんか作ったの？作ったの誰？いいのよ、チルノちゃん。先に進みましょ。マンコは父なる神インチからもらった金の杖を投げると、それはクズコミ。痛いよ。なんで叩くんだよ、本読んだだけだよ。うるせえバカ野郎、空気読め。仕方ないわ、途中でやめちゃったら見てる人わけわかんないわよ。気が進まんが、仕方ねえ。太陽神インチの子あやるマンコとママオクヨが地上に降りて結婚して、金の杖の信託によりアンデスの高地クスコに都を開いたって伝説があるのさ。あんたねえ、ちょっと下品じゃない？仕方ねえよ、人の名前なんだから。あやるマンコは後に改名するんだよ。その方がいいと思うわ、後々困るわよ。あやるマンコはマンコカパックと改名してインカ皇帝となったのさ。そっちを変えてどうする、そっちを。仕方ないだろう、あっちは変な意味じゃなくケチュア語では大祖って意味なんだから。マンコカパック国際空港ってのがペルーにあるんだよ。大雨で濡れたマンコカパック国際空港。つまんねえこと言ってんじゃねえ。それはわかったから、インカ文明ってどんな感じだったの？またグロ祭りとかじゃないでしょうね。南米の帝国らしくそういうのはあったけど、アステカほど大規模でもなかったらしい。でもインカには文字がなかったんでしょ？それで巨大な交通網や建築物があったんだからわからん。金属なんかは使っていたの？石器メインのアステカよりは進んでいたけど、青銅の道具しか使えなかったようだな。鉄器はなかったようだ。何にもないのね。それじゃスペイン人見たら神様かなんかと勘違いするわけだわ。ついでに車輪なんかもなかった、馬もなかった。それでも、天文学や建築土木や医術に優れたものを残しているのだぜ。ナスカの地上絵などはインカ帝国の前にできていたし、マチュピチュの遺跡などもある。こんな感じの金の美術品がクスコには腐るほどあったって話さ。そんなもん白人が見たらすることは一つ。やっぱあるのみね。マリサ見てりゃわかるわよ。うるせえ、どういう意味だてめえ。まあマキサロってスペイン人が黄金号を求めて1532年にクスコを見つけたのよね。キサロは貨幣だったので皇帝を捕らえて意のままに操ろうと画策したのだぜ。
皇帝の命令ならみんな聞くわねえ。ちょうどその頃先帝はイナカパックが死んで、アタワルパとワスカルという二人の王子が皇位を争っていた。そういう時に限ってうちは揉め。しかもだ、インカ帝国にはビラコチャっていう白い顔した神が現れるって伝説があってな。それは偉いこっちゃ。あなたは黙ってて。スペイン人ピサロは現地人にとって神どころか押し込み強盗のような男で。まあ中世のパツキンさんだもんね。そこのあんたもパツキンさんなんだけど、うるせえパツキン言うな。カスティーヤ王国のエストレマドーラという場所で生まれた。長いよ覚えられないよ。あんたはいいから。ピサロの父ゴンザロは下級軍人であったが、ピサロは家の外でゴンザロが作った子なので、文字の読み書きもできない粗暴で無慈悲な男だった。スペインの征服者コンキスタドレースってこういう人が多いのよねー。一攫千金を夢見てバルボアという探検家の仲間になりペルーという黄金号の情報をつかむ。そして2回の探検の後インカ帝国の存在を確信したわけね。ピサロは1528年一旦スペインに戻って国王カルロス1世にこのことを報告し、黄金号征服の暁には自分が黄金帝国の総督となることやスペイン貴族となること原住民をカトリック教に改宗させることを認めさせ、何関係ない人同士でそういうこと決めるかねえ。ちなみにこの時期トルデシアス条約ってやつで地球をスペインとポルトガルで分割してるわよこの人たち。ピサロはキリスト教化の代償として現地人に奴隷労働をさせてもいいっていうエンコミエンダ制も国王に認めさせたのだぜ。いらないよ。そんなんがあったら不教徒か。ずうずうしいわね。ずうずうしさの単位で言うと8レイムぐらいかな。何よそれ。再びピサロは1531年に新大陸に向かう。この時の軍勢は兵180名と37騎。ちょっとちょっと、貧乏すぎるでしょ180人ってこの時期ちょっとしたお旗の取れ物をちょっと連れてくるわよ。インカ帝国ってさ南米一の大帝国で1000万人以上いるわよね何考えてんの。ピサロは自信満々に部下たちに黄金分取り放題を言ってたらしいぜ。何を根拠にそんな。4万人インカの兵隊がいても鉄の武器も馬も鎧も鉄砲も持ってない。鉄砲に大砲でインディオたちをひるませてその隙に王を捕らえてしまう。王の口からピサロに黄金を持ってこさせるようにすればいいって寸法ね。初めて牙と鉄砲を見たインディオたちは慌てふためいてピサロ一行を神ビラコチャと考えてしまった。お侍さんは鉄砲をこきっちゃったわけだが、アステカでもパツキンを神扱いの事例があったけど、あんたの顔どう見ても神様には見えないわよ。うるせえなぁ、じゃあ何に見えるんだよ。ネギ背負ったかもかクレジットカード。急を告げてまいりましたがお時間です。この続きは今週中にアップします。ご視聴ありがとうございました。